皆さんおはようございます。私が磯田康雄、69歳ですね。で、66歳の時に、近所にある外国語大学へ行きまして、英語の勉強を始めて1年目で英検準1級に合格し、3年目で英検1級にも合格しました。で、今こういう動画を作ってるんですね。とても季節になりましたですね。はい、こういう季節になったら勉強のシーズンですね。頭もスッとさえ渡って能率も上がっていくという、試験、英検の試験の日も近づいてきますし、ちょうどいい感じになってきましたですね。あんまり私の部屋がね、結構綺麗な景色が見えますんで、もしよかったらちょっと見ていただけますか。どうぞ。こういう光景が広がってますよね。これうちの裏庭にある柿なんですけどね、もうようやく色づいてきましたよね。で、田んぼが美しく黄色にね、いってますよね。もうすぐ刈り入れですね。こんな感じですか。とってもいい秋空です。どうでしたですか。こういう景色広がってるんですよね。もう結構私住んでるとこ、平方といっても田舎なんですね。田舎というか、田舎とこう都会が混在しているようなところですからね。比較的私のところは自然豊かなところに住んでおります。ということで、今日のお話なんですかっていうことなんですけど、あんまり勉強もね、当然やっていってると思われますけれども、ちょっとぐらいはね、息抜きの話で、ちょっと英語絡みの面白い話でもしてみようかなと思います。私、YouTuber になって4月からですから、これで約半年ですよね。半年やってきて140本ぐらいかな、動画上げてます。で、一応登録370人ほどおられて、ぼちぼちこう増えていって、これからなんとなくこう手応え感じてて、コメントなんかも入ってきたりしてて、少しずつ自分なりのやってきた成果出てきてるなという、そういうところなんですけども、当然私も他の YouTuber の動画をいっぱい見ます。もちろん英語系も見ますけれども、英語系以外の全く無関係のものもたくさん見ますよね。で、一応この動画は分類としては、教育系の中の英語っていうのに、大体こう分類上は入ってるわけですよね。で、英語系の中の人には、自分がスクールやってて、こう生徒さん集めるためにこういう面白おかしい英語の話して、入り口にしてるというような方もおられますし、随分こう上級者の方が、ちょっと説明したりするというような人もおられるし、あるいは、自分のチャレンジを見せてるっていう人もいますよね。例えば英検1級にチャレンジして、なかなか落ちてうまいのでいかないんだけども、失敗する自分を見せてるという、それで、いつかは合格されるんだろうけど、その過程を見せて、視聴者とこうインタラクティブに、共感を呼んでやっていくとか、さまざまなやり方がありますよね。で、私その中でね、最近ちょっとこれよく考えよったなと思って感心する。これ英語系じゃないんですけど、全く英語系とは関係なくなるんですけどね。自分のダメさ加減をさらけ出して、それで言うたら悪いけど稼ぐ。YouTube って当たったらね、はっきり言って相当の金になるんですよ。で、例えばね、こういうことですよ。50代男性独身、家なし、職も もちろんない。たまにアルバイトとか、ちょっと3ヶ月ほどの仕事が入ったりするという、それ以外はもうほとんどブラブラしてる。で、当然貧しい。で、夕飯作るとこなんかこう動画でアップしてるけど、スーパー行って、その売れ残りの安いレッテルの貼ったのを買ってきて、で、第3のビールかなんかそれをプシュッと開けて、聞いて飲んでるという、そういうのでですね、なんと、視聴回数40万回とか50万回、登録見たら40万人ってなって、いや、自分そんな発泡酒飲んでるより高級ワインでも十分飲める収入あるんじゃないって思わず言いたくなりますよね。そういう方おられますね。そういうなんか貧乏ったらしい自分を見せて、がっつり稼いでる。それってどうなんよと、見に来られてる方ね、分かってて来られてるのか、分からずに見に来られてるのか、その辺ちょっと知りたいですよね。視聴者の方でどういう気持ちでああいうのを見ておられるんだろうなと思って、
そういうのとか、それからまあ、英語系でもそういう失敗系の英語っていうのもあるんですよね。なんとなく失敗をさらけ出して、まあ、これも、まあ、それに似てますよね。これも、そういうように似たもんですよね、失敗。やりながらやってるとこを、まあ、見て、それで、まあ、面白おかしく感じるっていう、そういう英語系のもありますね。で、私、ちょっと、この、昨日かな、でも感心したのは、何にもしないでさ、勉強だけしてるという、そういう動画もあります。ご存知ですか？そういう動画があるっていうのは、例えば2時間の動画なんですよね。結構長丁場の動画ですよね。で、2時間何するかと、まあ、図書館とか、あるいは自分の、書斎で、ずっと一言も喋られただこう勉強するだけですよね。んで、まあ、静かなは BGM ザーッと流しといて、で、まあ、タイマーつけてる人もおれば、まあ、それはタイマーも一切なしで、ただ、ずっとやったり、たまになんかテロップが出てくるとか、あるいはもう全然テロップも何にも出てこない。ただずっと、2時間勉強し続けてる。まあ、たまにちょっと休憩で席立ったりして戻ってきたりするという。いや、それだけでね、結構な視聴回数があるんです。で、もちろん登録も結構もう、おーと思うような登録があって、それってね、そういうやり方もありなんて思わずこう言いたくなりますよね。YouTuber の側としては、まあいろんな YouTuber がいるっていうことで、いろんな種類の動画があって、それはそれでまた多くの方から支持されてるということで、何にもしない動画、何もしないって勉強してる姿をだけ黙々とやってるだけを見せて、一切何も喋らない、BGM だけが流れるという、どういうふうにしてこれを利用されてるんでしょうね、見てる方は。ちなみにね、私の場合、ま、皆さんから見ますと、ま、この動画を見に来られてる方の多くは、ほとんどは視聴だけが目的で来られてる方で、自分でも動画作ってて、また見に来てるっていう方は非常に少ないですね。稀におられますけど、非常に少ないです。ほとんどの方は、見る側だけっていう側の人たちなんですけども、まあ、私なんか作ってる側からしますとね、まあ、そっちからは見てわかるわけですよね。顔も姿も形も声もみんなわかるわけなんだけど、こっちからするとね、カメラに向かって喋ってるわけなんですよ。ほんでまあゲラゲラゲラって笑ったりしてね。だからこれね、もうこの動画撮られてるとこを嫁さんに言われたらね、かなんなと思って、なるほど嫁さんがいない時に動画撮りするとか、嫁さんいる時は今ちょっと動画撮りようからガタガタせんといてくれよとか言うてね、こんな見られたらね、もうちょろだな、頭、もともとおかしいと思ってると相当おかしいなと思われますよね。いや、ここ、何にもないカメラ向かってギャギャ笑ったりね、イエーって喋りかけたら、それね、ちょっとうちの旦那あかんのんちゃうと違うよね。で、そのくせね、うちの嫁さんなんかね、たまに動画、私の動画見てるみたいですね。まあ見るのはええけどね、見るのは自由やからいくら見てくれてもええやけど、せめて礼儀として、いいねぐらいつけといてよねって嫁さんやからね、そういうこと言います。そんなこと言うたりして、まあ面白おかしく生きてるわけなんですけども、そういういろんなタイプの動画があって、まあそして本当に多くの、だから視聴者はね、今日本で8000万人ほどおられますから、まあいろんなタイプのを作っても、それはそれなりにこう当たっていくものがあって、まあ、私なんかで、なんでこれ当たるのって思いたくなるようなんでも、非常に多くの視聴者の支持がある動画もありますね。だから、まあ本当に何が当たるかわからないというか、どういうものが視聴者の好みに合うのかわかりにくいですよねっていう、そういうのを、私、まあ、いろいろ動画、自分が作ってるということもあって、他の人の YouTuber の動画見てて、そういうのを感じます。ちなみに10月から、ちょっと話変わりますけど、東京が、GoToキャンペーン OK になったんですか？そんなわけで、私、東京行くつもりです。11月の初め頃になるんじゃないかな。ちょっと正確な日にちとかが分かったら、またここで言いたいと思うんですけども、まあ、うちの息子が東京におって仕事してますので、まあ、そういう関係でちょっと前からちょっと、いろいろこう話したらあかんこともあって、観光を兼ねて、ちょうどね、キャンペーンで半額で行けるわけですから、夫婦で行こうと思ってます。で、もしね、その時、こう、時間的余裕がありましたらね、東京で、もし集まる方おられたら、オフ会やってもいいなと思ってます。まあ、ただね、まだ、ほんまに登録者数も少ないですし、そうなん、やるよ、なんて言うて、一人も集まれへんかった
ちょっと恥ずかしいよね。そういう感じになるかもしれませんけれど、まあ一応11月、まあその、初めか中頃かを予定してますので、まあまた、正確な日取りとか決まったら、ここで発表したいと思います。んで、まあね、極端もないし、全然需要ゼロってことも十分あり得ますので、まあその時はその時ですね、まあ夫婦でちょっと東京の見学してますので、という、まあちょっとそういう告知なんかもあって、今日ちょっと入れてみました。まああんまり英語とは直接今日の話はね関係なくなっちゃうんですけども、まあ英語勉強の時のちょっと気分転換にこれを使っていただけたらいいかなと思って、まあ英語の話はまたおいおいガツガツやっていきますので、まあ横のところよろしくどうぞ頑張ろう。